最初です。本日は今日も今日ってウィッチャー3ワイルドハンターやっていきたいと思います。いやこんなでかい船に乗せられて、いや前回ねホワッソンジュニアをまあぶち、まあ汚い言い方をするとぶち殺しましたね。うん、ゆっくり歩みさせていただきました、やっと。でね、こっからドゥドゥを探そうと思ってたんやけど、なんか急にレダニアの兵に呼ばれてラドビットーに会いに来いって言われたんで、ちょっとラドビットーのところに来てます。なんかお仕事もらえるっぽいね。アーチャーがいる。取ろ、あ、これ、ま、取ったらやばそうやな。前取ってレダニアの兵士に殺されたからな、一回。あ、こっちになんか敵いる。なんか敵いる、気になる。ないね、あ、なんか始まっちゃった。あ、お前またチェスしてるやん。ずっとチェスしてるやん、この人。暇なんかな。正直言って暇なんやろね。言ったらあかんで、これ、あんまり。あんま言わんとこな。暇なんやろな。お、敬語、さすがギラト。わきまえてる、わきまえてる。相変わらず歯に機能着せぬ男だ。まあいい。フィリッパ。フィリッパエルハート。これ女子じゃなかった。女子やけど、魔女じゃなかったっけ、フィリッパって。以前目を振り抜くよう命じた。だが、失明しても困っていない。マジで強そいつ。レディエイルハートがオクセンフルト頭部に隠れているのは分かってる。さらに隠れ家の入り口を魔法で封印していると。侵入は困難。え、困難やな。困難ですから無理じゃないですか。貴様ならできる。え、できるんや。あの女は魔女？魔女狩り？フィリッパってゲラトの知り合いなんかな。あー、ちょっと後ろのやつ剣抜いたな。あれ答え方によっては粛清されんな、やばいな。ちょっと考えさせてください。考えさせてください。急いでくれ。何されたん、フィリッパ。え、なんかウィッチハンターのやつもさ、フィリッパにキレてなかった。どうしたらいい俺は。かんあれれれ、なんかクエスト完了したんやけど。どういうこと、あれクエストが終わっちゃった。あれあれれクエストもう終わってんけど。これはまだ進めへんってことかな。そういうことじゃないかな。ある他、ない、これか。これあるね。レナニアで一番のお尋ね者、フィリッパってだいぶ悪いやつなんやな。これちょっとやってみる。チェスは王のゲームだと言われており、ラドビットはゲラルトと会った際これを二度証明した。最初はオクセンフルトチェスクラブで堂々たる駆け引きをしたとき、次はゲラルトに命令を実行させるべく彼をポーンドに扱ったときだ。そんなことされた今、その目的はウィッチャーによる女魔術師の身柄の確保だった。諜報員たちはノビグラド市街のエルフの遺跡にフィリパ・エルハートがいた形跡を発見したと報告していた。ゲラルトはそこへ赴き彼女を連れ戻すのだ。通常ゲラルトは駒のように動かされることに抵抗するが、ラドビットには借りがあり、彼自身にもフィリパを見つけたい理由があった。ちょっとこれやってみていいか、やってみる？せっかくやし。フィリパってやつやってみたいな。フィリパの潜伏場所で、ウィッチャンと。フィリパの潜伏場所があるっぽいから、そこまで行ってみようか。ちょっとレダニア一番の尋ね者やってみよう。待て。どうやって降りたらいい俺。ここ帰っていいの？武器だ。それ武器預けてたな、そういえば。ありがとう。それほどの剣は見たことがない。わかる？いいんだろ？腕の問題だ。剣の問題だ。やると言うね。今のやつなんか歯あんまなくなかったか？まあ、これは気にせんでいいやろ。じゃあちょっとないまたやね。もしかしてウィッチャーのゲラルトか？わかる？いや、そうやけど、お前は？ああ、またてか次々に問題が降りかかってくるな。待て、誰から。確かにな、誰や。読めばわかる。おい、美女であってくれ。ちょっと読もう。香りのついた目を。イエネファ。トリス。彼女を探さないと。
一刻も早く話したいの。重要な要件よ TM。 おい、これ田中誠とかじゃないか普通に。待ってもうなんか次々にゲラルトにクエストが降りかかってくる。なんてメインかなこれは。いやメインじゃないな。またとない、何だっけ、またとない何やった、これまたとない機械、トリスに会う。へえ。いやまあとりあえず今日は、はい、あいつにレダニア一番突然ものをやろう。あ、もうすぐにゲラルトが忙しすぎる。こいつめちゃくちゃブラックやな、ウィッチャーハンターって。じゃあちょっと行ってみますね、フィリパのところに。あーって着いたね。エストタイヤっていう場所らしいわ。なるほどね。ここでフィリパの潜伏場所、エストタイヤ。ここになんかウィッチャーハンターいるらしい。あ、いるね、ウィッチャーハンターいっぱいいるやん。結構元気か。うわー、これウィッチャーハンターか。何これ、人か、何やこれ、人まさか。こんな何か問題が履いてますか。それ以外の何でもない次から次へと問題が出てくる。履いてるか履いてへんかわからん人いたな。ウィッチャーだな、問題解決屋でもある。リビアのゲラルト、はい、有名人です、どうも。ジュッチャンとか出てますよ。ああ、お前か、待ってたぞ。すげえ、ラドビットアロ。分かったことは、中には入れなかったと聞いた。こんなところにあるんや、入り口が。昨日これを見つけるまではな。ほうほう、何これ、お前髪型。大したものには見えないが何らかの力がある。入り口を開け、これゲラルトの仕事しちゃいまっか。上出来やな、ナイス。手間が省ける。お、上出来だ。いいね、上からそのまま言ったね。そいつはどう。はい、鼻についたね、今こいつ鼻についたね、絶対。ありがとう、めっちゃ目合わせるやん、好きなんかな。なんでフィリパが下にいると分かったんだ。確かにフィリパはまだ中にいるのか。それは分からんが、あの女がそこにいたことだけは確か。なんで分かる。確かだと、なぜ分かる。匂い、ロックムインからずっと追ってきたんだ。目をくり抜くだけでは不十分だ。目をくり抜くって、フィリパはあの子であの女を殺すべきだ。フィリパ何したん。奴はフクロウに身を変えて逃げた。マジかよ。そうしてケイドウェンとレダニアを飛び越え、ようついてきたなお前、ここに。めっちゃ大変やったやろ。他には、中に何が。その黒焦げのやつは何。あらゆる危険だな。古いエルフの、嫌やな。エイルハートが隠れ家に。待ってくれ、それは嫌やぞ。見ろ、魔法の罠にかかり、その上怪物に襲われた。生きてんの。出てくるのがやっとだった。下にはまだ仲間がいるのか。10名ほどが入って出てきたのはあれだけだ。マジかよ、残りは死んだのだろう。そんなとこに立てこもってんの。じゃあな、じゃなくて一緒に行かん。一緒に行こうや。フィリパが中にいるか見てこよう。ちょっとゲラルトだけ家行くの。こっから入ったらいい、一緒に行かんってか。なあ、共に行こう。なあ、俺たち仲間じゃん。死んでも誰も死体を取りには行かないから。ちょっと友達じゃん俺ら。ちょっと友達って言うたやん。うわ、ここ、この先怪物もいるって話やからな。うわー、おザって感じやな、ザ。この扉を開ける仕掛けがあります。なんかここに調べるってあったな。タイルが一つ欠けている。ここにはめたらいいんか、さっきの。あ、開いた、割れた割れた、すぐ開いた。仕掛けとかじゃなかったわ。簡単すぎひんか。フクロウにはいい隠れがみたいやね。俺にとっては少し動きづらい。確かに。ああ、早速やられてる。こっちは、あ、崖か、崖の上のゲラルトやな今。さてと、まあこのどう見ても怪しい。ここ、こうやってワープかな、あの魔女お得意の。やれやれ、しかもウィッチハンターがいじったはずだ。ウィッチハンター、驚いたな。どういうこと、どういうこと、何が動く。こいつぬるぬる動くぞ。うお、すげえ。うわー、これあれ思い出すな。そんな感じな。あ、なんかある。風切り羽で足が擦り切れてる。これはあ、フクロウの羽か。別の羽だ。フィリパが鳥を飼っていたとは思えない。あ、なるほどね。
変身術を使った。フィリパが変身したってことや。嫌 やな。ネッカ。ネッカ？おお、お前か。お前、急に出てくる。ああ、なるほどね。ネッカくん。最近どう？痛い痛い痛い。ネッカく痛い。ネッカく痛い痛い。ネッカく、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 ネッカくん。ネッカくん。ネッカく、確か初めてじゃないか？あれ？ネッカくん何も落として、あ？ネッカくん。ああ、取った、あった。ネッカの心臓ゲット。あ、ネッカくんまた来たね。どう、ネッカくん。ネッカくん、こんばんは。ネッカくん、最近どんな感じ？なあ、ネッカくん。ネッカくん、ネッカくん。ゴリ押しやな、だいぶ。あ、またネッカ来てんな。ネッカ、ネッカ。うん、あ、階段戦いにくいな。いや、そ、いってえな、お前。アクス、やばいやばい。よし、あー、危ねえ。やばい、意外と危ないぞ。ネッカ君、意外と強いな。いや、なんかこういうさ、野生の生き物と戦うのさ、久しぶりやな。最近さ、ギラード人ばっか殺してたからさ。停止してる。うわ。起動できるかもしれんな。え、何を？あ、そこになんかターゲットがついてる。お、これなんや、これなんかぶら下がってんな。動力源か。動いてない。動力源って何を動力にしてんだこれ。再稼働させられるか。インで再稼働できんの？どのインで？え、どのインでできんの？インで再稼働ってできんの？イヤーデンとかか？あ、こういう時って基本アクスイやねんけど、アクスイとかかな。アクシーじゃないみたい。門の動力源か。動いてない。な、アードとかかな。インで再稼働させられるか。予想してみよう。俺はアードに1票。アード。お、アードでいいんや。なんで？うわ。気持ち悪いんやろ。大丈夫ゲラト。気持ち悪いとか先生に言ってね。測れるよりさっき言ってくれたからいいから。頼むよゲラト。おお、お前。下がっていろ。それ以上近づくな。めちゃ笑とる。怪我をする前にそれを収めろ。俺はリビアのゲラトや。お前は陛下が派遣する。せやせや。よく無事やったなお前。もうここがどれほど危険か分かっただろう。他の者と一緒に。一緒に行こうや。冗談じゃない。あの腰抜けどもは怪物の。お前死ぬぞお前。その言い方。それにここで何か大きなことが起こる。お前死ぬやつやねん。それを報告すれば陛下は評価してくださる。ああ。なんかサイコロステーキ先輩みたいな匂いすんなこいつ。フィリパまだここにいるんかじゃあ。フィリパはまだここにいるのか。正確にはわからない。うん。もちろんいくつか洞穴を調べたが隠れる場所だらけだ。身を潜めたいなら簡単にできる。それはつまりいるかいないかわからないってことやな。こっから連れ出してやるって。何？こっから連れ出すのこいつを。よし、こっから連れ出してやろう。言った通りだ。断る。じゃあ一緒に行こうぜ。門の動力源を壊したんだ。迎えが来るまで待つしかない。他に方法などない。どういうことや。誰も迎えには来ない。水晶を渡せ。こっから出してやろう。だが怪物が守ってやる。え？お前が倒れたら暴力的。言い争っている暇はない。水晶を渡せ。命に変えてもダメだ。なんでだよ。聞き分けのないやつだ。え、いや、やんの？なんで？いや、俺こいつらとさ、こいつは戦う理由が全く分からへんねんけど、俺には。なんで俺こいつ殴ってんの？なんで俺こいつ殴ってんの？大丈夫？大丈夫？分かった、もういい。うん、もういい。水晶なんかくれてやる。どうしたらいい？邪魔するなよ。え、お前はここにいんの？え、水晶正しい場所に置く。うわ、暗えな。なんか真っ暗闇。真っ暗。あー、なんかこの辺に置いたら。あー、水晶ここに置いたらいいか。稼働させてみよう。なるほどね。はい、ちょっと外れた気したけど。門どこに開く？うん、どこや、どこや。あ、そこね。あ、あいつ置いてっていいの？あいつ置いてってよかった。あ、なんか始まった。あいつは？うわ、こいつ何やったっけ？お前。あいつ来おへんの？あ、ネッカー君か。よし、じゃあここは腕の見せどころやな。いやー、ちょっとここはちゃんとやろう。いやー、あのね、
あ、ご利用してもいいんやけどさ、やばいよ、ご利用してもいいんやけどさ、さすがにね、ちょっと見せなあかんかなと思って、ちょっとこれあれやな、イグニの方がいいわ。俺イグニ早い、潜ったら今ネッカ、お前は終わりや、お前は終わりや。ネッカすげえ、あーこいつ砂潜れるタイプなんや、ネッカくん、ネッカくん偉いな。あ、いたいたいた、やばいやばい、あーここ暗い、あーいたいたいた、もうネッカくん、ネッカくんやめなさい、ネッカくんやばいやばい、ちょっと待って、やばいやばい、ああ死んじゃった、ああ死んじゃった俺、うわ久しぶりに死んじゃった、最悪や、うわマジかよ、おい俺やった、くそ、きっ、あーってもう負けないぜ俺は、もう怒ってんねん俺は、こう見えてゲラウト君今ぶち切れよ、もうね、ゲラウト君ぶち切れ、さっきはね、あの狭いとこに行ったからよくなかったね、狭いとこに行くとねよくない、なぜなら相手が3匹もいるから、相手多くない、相手か、よし燃やせ、燃やしとけ燃やしとけ、あし、あもうお前は終わりや、もうはいこんなもんですよ、あ研究室、ひょうたん確かにあるな。いやネッガーくん久しぶりだ、こういう怪物と戦うとさ、なんか人よりやっぱ強いな、怪物の方が、なんとなくやけど、なんとなくやけどな。てかあいつ来れてるか、あのさっきの震えてたやつ大丈夫かな、こっち側かな、彼女の研究室、また機能していないもんだ、マジで動力源がない、ネッガーのお気に召したのかもな。あ、欠けている水晶を探す。ネッカー、ネッカーくん持ってた、そんなもん。俺も取った、もしかして。ネッカーの、拾ったけど。ここ落ちたら死ぬよね、どう考えても。あれ？ね？てか水晶どこに入れたらいいの？ここ？あれ？あれれれれれれ？ネッカーくん？こっちか、え、こっち行けってこと？トンネルか、どこに繋がってるんだ？え、マジで？え、降りれるこの高さ、大丈夫？知らん、え、じゃもう高さ怖いんやけど、大丈夫？あ、大丈夫やった。めちゃくちゃ念がおるやん。お前死んどるな。大丈夫かお前。いや、こいつでしょ。ちょっとお前、それ開幕はセコいって。ちょっと待って。お前開幕はセコいって。もう燃えとけよお前ら。はいはいはい、こうやって今日はネッカー君を殺す回になりそうやね、やばいやばい、あこいつは攻撃力が高いな、よしいいねいいね、え、お前ちょ、引けんの早くないか、危ねえ危ねえ、いいね、おいで、あーちょっとごめんね、カメラすげえ回転して悪い、俺を許してほしい、こいつは俺がやるから許してほしい、よーし、さーて君たちが持ってるよね、君たちが、あーごめん死体ゲラよくないよゲラと、君たちが水晶持ってるんじゃないんかな、それともこの辺にあるってことか、あ、ある、これか、お、動力源ゲッチュー、じゃあ正しい場所に置きますか、あーこいつはもう死んじゃってるっぽいな、え、これ登れる、あ登れるな、さすがゲラウト運動神経抜群、体育いつも10やった男やもんな、違うなゲラウトは、さーて、お、いいね、これまたアートか、俺イグニ入れんけどな、イグニでなんとかならへんかな、さあ来ますよ来ますよ来ますよ、はい来た、はい行こう、ゲラウトいつもご苦労様です、じゃあいるとしたらここってことやね、さーて人気はある、なんかうわひでえなこれ、これ人、え黒焦げなってんのこれ、人なん、ひどくない、うん、なんじゃありゃ、ああいつに燃やされたんか、あいつどう見ても火やからこれアートが有効やな、うわしかもこの悲しい音楽、こいつどういう能力、なんか危ねえ、お前
危ねえお前。どうした、おい、どうした、あ、でもこいつそんな、こいつそんなあれや、硬くない、よし、やばいやばい、あー、くそ、やっべえ、食らっちゃった、よし、いいぞ、よしよし、これでどうよ、ほら、はい、やばい、危ねえ、よーかわしたな、ギラウト、今、よし、いいぞ、キルキレ、やばいやばい、あー、くそ、でもダメージは食らってなさそうやな、いいね、やばい、あぶねえ、ちょっと食らったか、やばい、危ねえ、こいつ弱いぞ、でもそんな強くない、あぶね、あー、痛い、いや、こいつ弱いな、ちょっと当たってない、さっきから、だから 俺に当たってるように見えるんやけど、当たってない判定でいいの、いやこいつ弱いな、そんな強くない、あくそ、痛い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 、もう 2発目は効いてない、え、でもお前も、あーし、よっと、え、初めて倒した、嬉しい、こんな燃えてる人、こんな熱い人初めて倒した、うわ、やったー、熱い人初めて倒した、熱い人撃退、さてと、この先、あれ、この先が目的地じゃないな、目標どこになってる、フィリパの潜伏場所を調べるって書いてあんな、じゃあこの辺にあるってことかな、でもこっちから来たよね、あいつ、こっちには何もないの、お、机、椅子が数脚、質素だが住むことはできる、できそうやね、何これ、ケバブか、あ、ケバブちゃうわ、お前危ないやろ、この距離感良くないって、このヒート草の距離感、真っ赤、そこ真っ赤、これ何、血まみれの手術器具、フィリパはここで誰かの手術をしたのか、誰かの手術をした、へえ。兵士は剣を、これは関係ないかな、誰かを手術した、誰やろう、これはメモだが完全に炭化してる、スミ、火とか火当てのトリスよね、一応これは、うん、これはなんだ、これはなんだ、アニシードと白樺の樹皮、強力な殺菌剤だ、あ、手術したってことかな、殺菌剤なんて手術した時ぐらい、これは何、これメガスコープ、メガスコープって何、焼け焦げ望遠鏡、すすだらけだ、水晶が一つくらいは無事かもしれない、お、これ無事や、水晶が一つくらい無事、焼け焦げてすすだらけだ、水晶が一つくらいは無事かもしれない、ほうほうほう、水晶、水晶、その水晶を拾ってどうする気なん、ゲラウトは教えて、水晶が一つぐらい無事、お、なんかあった、あー、これじゃね、メノーだ、メノー、フィリパがいつも首にかけていたな、だがなぜ血まみれなんだ、彼女は誰かと争ったのか、そいつらを実験に使ったのか、ほう、まだある、フィリパは、フィリパどういう子なん、フィリパってフィリパってあのどういう子なん、ゲラウト、こっちはここは、あった、破損している、あ、終わり、よしよっしゃ、これでラドビットに伝えたら終わりやな、疲れた、さあどっから帰ったらいい、俺はどっから帰れる、帰らしてほしいんやけど、あれこっちから入ってきないんだっけ、なんかめちゃくちゃいっぱいさ、なんかめちゃくちゃいっぱいある、よし、じゃあまあとりあえずあのラビットのとこまで帰るわ、さあ帰ってきたら、なんか見ちゃったやん、あったわ、生きてたのか、生きてたに決まってるやろ、嫌われたよ、そう、さっきのやつは見つけたか、あ、これ言っとく、一応ほこり泥、それとほこり泥、余計打足、重要である可能性は高い、こっちによこせ、陛下に届け、渡すわけないやろ、お前そうはいかんわ、これは俺の手柄、忘れるな、命令は自分の部下にしろ、何、え、殺さなあかん、は、何お前ら、めんどくさ、結局人かよ最後は、なんだお前らマジでめんどくさいな、だから死ぬことになんねんで、お前らはなあ、わきまえろ、かわいそうに、
お前にもさ待ってくれる家族がいるんやろ。なのにさこんなわざわざさこんなな小さい手柄でさそんなことせんでええやん。なあ弱いんやからさお前ら、お前ら弱いんやからもっと頑張ってさコツコツとさ努力を重ねるな。だからお前らサイコロステーキ先輩みたいになってんて、そういうとこやぞ。夢夢忘れるな、夢夢忘れるな。だからお前はこうなんねん、かわいそうに。なあ、はい、もう一人になっちゃったね。ちょっと水伸ばして。なあ、はいはいはい、お疲れ。はい、君最後、ラスト、ラストボーイ。はい、アルマゲドンと。はい、カイナ行く？エルフ、あ、お疲れ様でした。マジで時間の無駄。時間と命がもったいない。あ、コビーみたいなこと言っちゃったな、今。命がもったいない、ほんまに。よし、帰ろう。帰らして。これなんや？お、なんかいいのある。なんかいいもんゲットしたね。よし、帰ろう。これどっかでどうやって帰るの？こっか。こうやって登っていけばいいの？ああ、命もったいないな、あいつら。よし、じゃあラドビットに報告して、今日は終わりにしましょう。さあ、着いたぜ。でっけえ船がありますわ。この辺かな？お前らでいいんか？お、始まった。これはレダニア国王、ラドビット5世陛下の船で。あ、こいつ歯ないやつやな。前剣渡したやつやね。越境願うわ。陛下に会いたい。フィリパエール。そうそう、フィリパについて。それならば、ついてこい。だが妙な動きは当たり前じゃないですか。あのラドビット王ですよ。俺結構好きやぞ、ラドビット王。チェスいつもしてるし。お、待っててくれる。ウィッチャーよ。エールハートの剣で何か進展は。ありもうした。あ、フィリパは視力を取り戻すとしているんか。この水晶を見つけましたよ。隠れ家にはいませんでしたが、水晶を見てください。水晶綺麗でしょ。綺麗ほんまに。宝石などが欲しければ宝石商に行く。エイルハートを。まあ確かにごもっとも。これはメガスコープの水晶です。陛下が監禁されている魔術師なら何かを引き出せるでしょう。ほう、どういうこと。そうか、あの者ら誰ようやく役に立ちそうだ。期待したものとは違う。あ、やった、よろしい。褒美は取らせよう。嬉しい。では夜の時間が限られておる。またな、また会おうぜ。失礼する。え、今度犬カフェ、あ、猫カフェとか行かへん。はい、クラウンゲット、クエストクリア、よっしゃー、イエーイ。いや、この音楽待ってた。この音楽待ってました。ちょっと間があったけど、よっしゃ。今日は区切りもいいんでこの辺にしましょう。なんか兵士に囲まれてんな。ごめんなさい、ごめんなさい。一応譲りましょう。前ここでね、この人なのに殺されたことがあるんでね、今日は道を譲ります。よし、それじゃあね、今日の動画面白いと思っていただければ高評価、チャンネル登録していただければ嬉しいです。それじゃあありがとうございました。今日もまた明日ね。バイバイ。